はい、こんにちは。こんにちは。加藤さんが亡くなって、ね、2008年かな、もう12年目、ね、1月21日、はい、ね、まあ、ちょっと加藤さんの思い出を、はい、ちょっと2人でね、ちょっと話していきたいと思うけども、はい、なんか、強烈に残ってることってある？この人は苦労をされてるなっていうふうに思いましたね。まあ、例えばどういうところで、阪神タイガースではね、背番号32だったかな、うん、まあ、出だしていましたけれども、ライオンズで入団して、うん、まあ、ほとんど試合出られてないっていうことだったので、やっぱ研究熱心ですよね、その分ね。やっぱりどうしてもプロ野球で成功させないかっていうような、うん、そういうハングリー精神があったなって、ね、まあ、背を見るのもうまかったしね。細かいバッティングのことでもさ、うん、お前悪くなったらお前いい時と高校が違うよっていう ね、いいコーチになれたと思う、ね、絶対ね、まあ、俺もそんな感じがしたんだけど、で、あんな風にしてるけど、うん、すごい繊細じゃないですか。繊細なんだよ。繊細でした。2人でちょっといじめた時あったけどねまあいじめたって言ったら変だけど、まあそれはでも、ね、忘れましょうか。でも俺加藤さんで嬉しかったのはさ、はい、お前なんでみんな豊かって言われてるんだっつって、はい、お前やっぱりいい選手って名前であんまり呼ばれないよって、はい、ちゃんと高木さんって呼ばれるんだけど、お前なんで豊かなんだって。でも高木が2人いたからさ、先輩に、ね、だから、いや僕は豊かになるんですよっていう話してたら、でも阪神の掛布さんとか、うん、やっぱ掛け掛けっては言われるけど、ちゃんと公式のところでは掛布さんって言われてるよってとか、なんかすごく人を立ててくれたよね。まあやっぱり自分が苦労しててね、広かった広かったって言われてるかもわからないし、うん、加藤さんってね、うん、後輩から呼ばれるようになろうと思ってたのかな。そうかな、ね、僕もやっぱりね、吉川さんがいたから豊さん、豊さんって言うと、うん、高木さんでよかったのかな、ね、なんかそういうところをすごく大事にしてくれる人だったよね、まあ、こだわりがあったのかもしれない、ね、まあ、こだわりもあったし、うん、ただ解説者になってさ、また一緒に なるようになった時に、豊は絶対人に聞くなと。人に聞くな、うん、分からないことがあったら人に聞くな、自分で歩いて調べるか、うん、何かで調べろって。あ、いいことですよ。あ、言われた。あ、僕もね、ちょっと解説やってた時期にはね、うん、みんなね遠巻きにしてるんですよね、うん、グラウンド入ってるのは、うんうん、で俺はいろんな人に話聞こうと思って、うんうんうん、行きましたよ、ね、野村さんの周りなんか阪神の監督やってるのに誰も行かないのに、僕野村さんとか行って、うん、とか星野選手さんとか行ってね、うん、いろいろ聞きましたよ、うん、それは、まあ、加藤さんのおっしゃることがよくわかりますね、うん、だから、まあ、ポイントポイントでね、すごく言葉が残ってるというか、それと、がんで亡くなったんだけど、その結婚式に出てて、隣同士で咳してたんだよね。で、豊かちょっと熱があるんだよとか言って、で咳もするし、風邪ですかって言ったら、まあ、治りかけだと思うんだけどって、いや一回ちゃんと精密検査受けた方がいいですよ加藤さんって言って、受けたら発覚して、そうだった、で、まあ、最後の言葉が、うん、頑張って、うん、スーパーカーだった、で足を使って俺生きてきたんだけど、転移が足にしてね、もう足が全然使えなくなったと、うん、最後はやっぱ足かとか言ってね、そうか、まあ、足で生きてきて、うん、ね、足が出るっていうことですね。なあ、うんうん、だからまあちょっとしみたれたけど、いや加藤さんのこと思うとさ、なんか泣けてくるんだよね。
だって盗塁を取った時もさ、俺加藤さんが2番打ってくれてないと取れてないと思ってるから、だから本当にお世話になったなと思ってね、プロ野球界には数少ないかもわからんけど僕にも恩人がいるし、うん、ね、うん、まあでも加藤さんも楽しくやってるかな向こうでね、向こうで、ね、人を 笑わせてんじゃない、そうだ ねまた会いたいな、なんかな、まあそのうち行くし、そうだね、はい、はい、待っててください、はい、はい。